杉咲和也は東京都出身の演劇プロデューサー。血液型は B 型、身長173センチメートル。オフィスカンナビスの代表として小劇団を中心に公演制作を請け負っている。数多くの小劇団の制作業務に携わり、既成概念や固定観念にとらわれない柔軟な発想からの個性的な制作体系に評価を受ける。制作者として以外では演出や音響としてのフリー活動を行っており、サークルや劇団、演劇部への出張ワークショップの場も提供し、制作者としてだけではなく演劇者としての活動を行っている。また、演劇声優塾という役者や声優を目指す若者への教育支援を行っており、そのエグゼクティブプロデューサーとして塾生の指導にあたっている。個人としては自治体が運営する青少年健全育成団体ジュニアリーダーの講師やフリーの声優として、また、疫、急性気学、風水、生命鑑定、夜柱水明の占い師である龍風、一虎としてと、マルチな活動を行っている。なお、2000年から携わっていた劇団暁座という障害者と健常者が活動するバリアフリー劇団や同劇団内に設立されたカッパでピアというノーマライゼーションサークル、高校生、演劇塾という高校生を中心とした演劇ワークショップサークルからは2012年3月を最後に撤退をしている。他、ありがとうございます。